高層ビルって感じですね。うわ、めっちゃ綺麗。こういうところで普通に過ごしたいな。こんにちは、スクールビズの有田です。今私はですね、セブ島の IT パークの中におります。今回はですね、セブの超人気校 EV アカデミーの外部寮に宿泊させていただくことになりました。2022年まではですね、内部寮のみ、学校の施設の中のみのご提供だったんですけれども、2023年1月より EV の学校外の寮でも滞在することができます。見てください、この僕の後ろにあるビルディングが EV 祭の外部寮になっております。超高層ビルって感じですね。はい、それでは外部寮の中を案内していきたいと思います。チャンネル登録、高評価もお忘れなく、よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。エレベーターは3つありますね。29階ですね。今回は私は25階なので25階行きます。右と左で、窓開いてますけど、めっちゃ高いですね。もうこれ高所恐怖症、結構しんどいですね。この人早速かけてみたいと思います。うわ、めっちゃ綺麗。ちゃ明るいっすね。入ってすぐ左手にキッチンですね。電子レンジだったり冷蔵庫。一人で普通に収納ですね。何も入ってない椅子が。ウォーターサーバーなんですね。注意点としては、食器とかがないので、食器スプーンやフォーク、お箸とかはなかったりして、で、フライパンと、まあ、小さい鍋しかないので、まあ、もし自分で少し料理したいなとかっていう方は、お箸を持ってきたりとか、コップとかっていうのを、まあ、持ってくるか、購入すると。いいかなと思います。そこだけご注意ください。人は名前ですね。コンロもあるので、簡単なものはここで作れるのかなという感じです。でクローゼットですね。結構でかいですね。おお、あ、ハンガーもありますね。2、4、5、10個ですかね。名前つけてます。で金庫もあるので、まあ、貴重品はこちらで管理する感じになるかなというところです。ピンクがいいですね。で下に2つボックスがあるって感じですね。扇風機。右側見ると、まあ、棚があって、ドライヤーもあるっていいですね。EV のロゴが入ってますね。で紹介し忘れたんですけども、まず入り口がですね、靴入れですね。こちら2つあります。まあ1つで十分なんですけど、靴を入れるところかなっていうことですね。まあ、基本的に土足ではなくて靴を脱いで入っていただくといいんじゃないかなという感じです。はい、でここがベッドですね。まあ普通に大きいですよね。こちらもコンセントですね。コンセントもあるので、いいですね。延長コードか。で、ライトをつけると、うわ、結構いいですね。夜とかも、それでつけながら本読んで寝るとかもできそう。実際、外ですよね。外部寮、高層ビルなんですけども、見る、開けると、うわ、すごい。ちょっと今日曇ってるんですけども、今25階なので結構な高さですよね。すごいな。はい、向こう側見るとちょっとローカルな感じもあるんですけども、そんな感じですかね。いやー、こういうところで普通に過ごしたいな。
あのランプがめちゃくちゃいい感じのお部屋のテイストを出したな。で、エアコンももちろんついているので、基本的に基本的なところは大丈夫ですね。ちょっといいですね。はい。で、EV の場合は、まあ、内部量もそうなんですけども、外部量も備え付けの、ウェルカムパック、あ、備え付けじゃないですか、ウェルカムパックがあります。はい。ミスターアリタスクールですね。一応中身が、まあ、トイレットペーパー、シャンプーですかね。は、まあ、飲み物ですかね。チョコレートか。チョコレート入ってますね。カップで、お水とか飲むような感じですね。まあ、基本的に初日に、オリエンテーションの後とかに買い出しを行くので、まあ、到着時の簡易的なものにはなってます。で、ちなみに下の階とかにもセブンイレブンがあったりするので、特に困らないかなというところでございます。はい、続きまして、洗面所ですね。バスルームになってます。普通ですかね。トイレとお風呂が一緒になっているスタイルですね。ちょっと水圧を確認してみたいと思います。まあ、普通にシャワー浴びられるかなっていう感じです。まあ、お湯も結構今、あったか39度ですかね。それに温水に出るので、なんか水しか出ませんというわけではないですかね。留学をご希望の方は概要欄の LINE URL からどしどしご連絡ください。チャンネル登録、高評価もお待ちしております。